はい、お疲れです。えっ、ー、と、8.31、武蔵の森の現地民感想、パート2ですね。えー、フューチャー戦以降からの感想です。えー、では、このフューチャー戦、えー、リナ対ヒナですね。これ、フューチャー戦が、本当の後半に来るのって、なんか、すげー新鮮な感じがあったのは僕だけですかね。僕のイメージだと、基本、フューチャー戦って、 ビッグマッチだったらもう第1試合で大体行われるみたいな。なんかそんなイメージだったんですけども、今回僕的にはこれ試合中結構良かったかなっていう。なんかこのフューチャーの敷居がだいぶ上がったかなみたいな。ちょっとそういう印象は,は持ちましたかね。まあこの試合はまあ最多防衛記録がかかってるっていう。あとはね、その身内同士のまあ対決みたいな。まあそういう サイドストーリーが結構大きい部分だったんで、まあ、この位置だったかもしれないですけども、まあ、今回5スターの決勝戦だったんで、他のタイトルマッチがないから、まあ、この位置で組めたのかなっていう、それはあったんですけども、でね、この試合って、僕がなんか、僕の思った結末は、まあ、無難にこれ、ヒナがベルト取って、で、ハナン、リナともに。 防衛記録10で、止まるみたいな。で、新王者のヒナがこれから10回防衛、もし,かし,もしくは一番出遅れたヒナが最多防衛記録を作るのかなみたいな、なんかこういうストーリーかなみたいに思ったんですけども、そうじゃなかったですね。普通にリナ、えー、が新記録作って姉声を果たすっていう、そういうストーリーなんだなみたいな。 うん、そ,そんな感想ですかね。で、このリナ選手とヒナ選手、今17歳ですか。なんか17歳がなんかすげえことやってんな、みたいな、うん。なんかそんな感想を持った試合っていう感じですかね。で、今回はこのフィニッシュが木村花選手の技だったと思うんですけど、で、フィニッシュ前にやろうとしたパッケージドライバーみたいなやつ、なんかあれも木村花選手の 技だったと思うんですけどなんかそういうプロレスファンがね望んでるものを17歳が実行しちゃうっていうなんだこのプロレス頭の良さはみたいななん,かなんかそんなのをこの最多防衛記録を作った、えー、リナ選手には思いましたかねいやほんとプロレスセンスの塊っていうかねなんかコメントとかもそうだし、うん、なんか恐るべし17歳だなみたいなそんな感じそんな感じですかね 僕が17歳の頃なんて、ねえと、えー、地元の友達の佐々木くんとレッスルキングダムで2人でブック書いて、ワンサーが2人で盛り上がってたぐらいだったんでね、なんか自分の17歳と比べたら、すげえ人生歩んだるな、みたいな、そんなのは思いましたかね。はい、そんなとこでした。はい、以上です。はい、では続きましてセミファイナル、赤いベルト戦、中野田村対トーラナツコこの試合なんですけども、いや、想像してたよりもね、 やっぱり面白かったですね。この試合ってね、膝 V.S. 膝っていう構図ができたことによって、あ、これはなんか面白くなりそうだなっていうその気配を感じてたんですけども、やっぱり面白かったですね。このお互いが膝と膝を攻め合う展開になったんで、よくありがちな片方がこう一方的にこう膝攻めを受ける試合とかなると、あの片方がね攻め込まれる時間が 長すぎちゃってそれでちょっとだれちゃうっていうのがよくあるパターンなんですけどもこの試合は要所要所ではお互いがこう膝を攻め合うんですげえいいタイミングでやられる時と攻める時がすげえ交互に入れ替わるんですよだから余計こう感情移入もしやすくなるっていう感じだったんですよね最初はこう 中野タム選手が夏子の膝を攻めてって、あれ、夏子の膝大丈夫かなっていうち、ちょっと夏子に感情移入が入るんだけども、でもその後には、えー、今度はドーラ、どうら夏子が中野タムの膝を攻めて、あれ、タムの膝大丈夫かみたいな、今度は中野タムの方に感情移入が入るみたいな、この感情移入がね、交互にこう、ど,どんどんこの試合の中で入れ替わっていくんで、だからこの試合27分やってるんですけど、 全然飽きなかったっすね。27分ぐらいになると、試合によってはね、結構だれたりするんですけども、これはだれなかったですね。ただちょっと気になったのが、試合の本当終盤での、えー、ヒール軍団の乱入。あれってこの試合、まあ、なくてもよかったのかなーって思っちゃったり。いや、あれがあったことによって、えー、このヒール軍団への、まあ、ヘイトが溜まって、中野多分頑張れムードになったんで、 まあ中野タムヒーロー賞を作るスパイスとしてはまあ良かったと思うんですけどもただねあのセコンドの乱入劇やっぱりね僕はね新日本プロレスのハウスオブトーチャー乱入劇を散々見せつけられてるんでやっぱこの乱入劇あのハウスオブトーチャーのクオリティと比べてしまうとちょっとちょっとうわっていうところがね で所所であったんで、まあ、やっぱりハウスオブトーチャーほどのやっぱ完成度じゃないから、な,なんか途中で、あれなんかやっぱまだ不慣れなのかなみたいな、なんかそういう、ちょっとそういう余計な視点も増えちゃったんで、ああまあ、やるんだったら、もうちょっとバカず踏んでからの方が良かったのかななんて思っちゃったりっていう感じですかね。まあそう考えると、あのハウスオブトーチャーの職人芸、 もう本当プロですよ。いやもう本当プロ級ですよ。今日のスターダムの乱入劇、おそらく新日本プロレスのストーリー書いてる人が、今回のスターダムの 乱入劇もちちょっっっっと一緒に考えたたのかなって思っちゃったり、うん、じゃなかったらね、今までのスターダムって、ここまでこってりな乱入劇ってなかったんで、もうこの乱入劇見た瞬間、いや、これ絶対新日本の物価考えたろうっていう、それ真っ先に出てきたんで、んただね、やっぱハウス・オブ・トーチャーほどの職人の域までにはね、今のこのヘイトのヒール軍団は、まあ、ちょっとまだそこの域には行ってないかなっていう感じはしたんでね、はい。まあちょっとそこが気になったっていうところですかね、はい。 はい、であと気になったところは、最後のフィニッシュ。多分中野タム選手の、えー、スクリュードライバー、バイオレットスクリュードライバーでしたっけか、あれで決める予定だったとは思うんですけども、多分今回も完全に上がりきれなかったと思うんですよ。で、あ、これ無理だなって察知した中野タム選手が、フィニッシュを変えたと思うんですよね。やっぱこの辺の起点は、なんか前回の、前回のまあアクシデント ううまくすぐ軌道修正でできたたのかかななっていうそんな感じでしたかね前回の赤いタイトル戦もフィニッシュの時にスクリュードライバーが上がりきれずにでもその上がりきれないんだけども何回かこうチャレンジして無理やりこうやったら膝を壊しちゃったっていうまあそのアクシデントがあったんで今回は無理に深追いせずに無理だと思ったらもうすぐ。 フィニッシャーを切り替えたみたいな。そこは、えー、結構印象残りましたかね、えー。そんなとこっすね。はい。で、まあ、今回のこの赤いペルト戦の結末って、なかなか読みづらい部分あったと思うんですよ。この間の8.28の新宿大会で中野タム選手も膝攻めを解禁してから、そっからね、僕はこの試合に対する目線って、あれ、どっちが勝ってもおかしくねえな、みたいな。なんかそんな感じになったんですよね。それまでは、 この試合って、明らか今不調が続いてる中野タムが絶対負けるよねみたいな、まあその考え一択だけだったんですけども、やっぱあの最後の前哨戦からこの試合の行方っていい意味で読みづらくなったんですよね。ただね、僕はやっぱりこの試合って、まあやっぱ中野タムが勝つだろうなっていう、もうそ,もうそこの視点重視で見てたんで、まあこの理由に関してはもうこの間散々口が酸っぱくなるほど喋ったんで、喋ったんですけど、 まあここは中野タムが勝ってでこのファの、えー、5スターを優勝する上谷さや去年の5スターグランプリで上谷優勝そして中野タムから赤いベルトを奪うこのストーリーができなくなったのを今年もう一度やり直すために 今回、この赤いベルト戦は中野タムが勝つだろうなっていう、こんな感じで見てたんですけど、ここまでは僕のプラン通り中野タム選手が勝って、ここまではもう順調だったですね。あやっぱり去年のプランを今年に移行したのかなみたいな。うん。その構図っていうのが中野タム選手が勝った時点でもうすぐ頭に浮かんだんですけども。でもまあ、この後のね、まあ、決勝の行方で、あれ ちょっとちげえなみたいな、まあそういう形になったんですけど、まあまあこの決勝の行方に関してはちょっとまた、えー、後でまた別個で喋りますんで、はい。まあとりあえずそんな感じですね、はい。はい、そんなわけで今回ベルトを奪い返した中野タム選手なんですけども、今回のようなパターンでのベルト挑戦でタイトルマッチが決まる流れって、あんまり見ないパターンなんですよね。リーグ戦全敗してた人が、えー、お前を地獄にさらに追い込むために、 えー、このベルトに挑戦者として指名したみたいな、まあ、そういうくだりだったんですけどもまあすごく珍しいパターンでもありまあ見方変えるとすげえ強引だなっていう、まあ、そういう見方にも取れるんですよでまあそんな見方によっては強引でもあるように見える今回決まったこのタイトルマッチでその,強引,の強引にやった中やったタイトルマッチでまさかの挑戦者が 勝っっっててててしししままうううそしてチャンンピオンは防衛ゼロで終わってしまうっていうこの流れを見ていくとね僕はやっぱりスターダム側が中野タムにベルトを渡さなきゃいけない何かしらの理由があるから、まあ、今回強引にこういうタイトルマッチに持ってきたのかなっていう、うん、それは思ったんでまあこの辺も含めて、えー、この後あげる 決勝戦の行方、ちょっとその辺でもう一度僕の考えとかその辺をちょっと整理して喋ろうかなというふうに思います。はいえー、とりあえず、ちょっと乱入劇のあれこれなくてもよかったんじゃねみたいな、なんかそういうところはあったんですけども、まあ、結果的にこの試合はね、すごく面白かったです。はい、というわけで、えー、一旦この辺で区切りますね。またもう一本あげます、はい。ではまたよろしくお願いします。See you next time.